どうもコブラです。今回は金作としてネームド狩りモブについて紹介いたします。こちらのモブはマップを見るとマークがちょっとなんか太陽みたいなマークとなります。こちらですね、ヘッセ聖域にてこういう感じのマークが出ます。ちょっと丸い斑点がちょっと大きめでこうなんか太陽みたいなマークになります。これをですね倒すとですね、こう乱暴なっていうのがついてます。そして拾うとですね拾います。そしたらフォールグニルの銀塊となっております。これ12個、どういうことかというと、この12個は倉庫に行って交換した時になんとですね24万シルバー手に入ります。っていうのはまあ狩り場にいて、ネームドが湧きました、ネームド狩ります、24万落としますということは1体あたり24万なんですね。なのでこれを10体かると、240万シルバーを得ることができるんですね。それプラス、まあ、適正な狩り場であればネームドがいたらですね買ってですね金作にもなりますし、別の狩り場でもお金がですね買ったと同時に、8600シルバーとか、そして銀塊が手に入ったりとかするロケーションもあります。同様にクザカ神殿についてもこのネームド、まあ、他の狩り場にもネームドがいます。そしてそのネームドこそが銀塊がとても美味しいんです。っていうのは銀塊は倉庫で交換で1個あたり2万シルバーっていうことは、10個手に入れば20万、100個手に入れば200万、なので 2M 出すことができるんですね。なのでネームドの脇がタイミングあると思うんですよね。だからそこら辺買って、まあ、適正レベルで買って、それで、ネームドを得るっていう、ネームドが湧いたらですね、そのロケーションに行って、倒してですね、銀塊を得るっていうことが一番おすすめしたいと思います。今回は金作としてネームド狩りのモブについて紹介いたしました。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると、助かりますということで、皆様本当にお疲れ様でした。